医薬品の積み込みは完了した。それでは出発する。ええ、こっち向け。お疲れ様。ごかえっ、わかあ、準備は長き夜の陰謀を実現させた者が北斗 M なら君は気づいていない。お待ちし、我に喜びを与えなさい。結果をお聞かせください。あなたの長き夜も子供たちの悲鳴が聞こえる。ごめんね、ダメです。ただ予定の仕事です。あなたの長き夜も子供たちの悲鳴が聞こえる。私だって命令を想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。ああ、準備はできている。ああ、密林よ、私と友達の悲鳴が聞こえてみよう。果たして、ドクターのような上司を持つことってきっと大勢の人の夢だと思うよ。